どうも、黒沢楽器福岡ミーナ天神店アコースティックギター担当の吉沢です。よろしくお願いします。いやー、壮観ですね。すごい。はい、今回ですね、この前撮ったギブソンに続いて、2回目、これ実は予定になかったんですけど急遽撮っていて、はい、マーチンの00028のいろいろな種類弾き比べてみたという動画になります。はい、よろしくお願いします。まず説明しなきゃいけないんですけれども、ここ最近ですね、撮ってたですね、00028のカスタムがいっぺんに入ってきまして、わ、いっぱい入ってきちゃったと思って。で、その仕様が、いろいろペグ変えたりとかじゃなくて、ちょっと僕がもう、プレイヤー向けに、シンプルな、仕様でカスタムしてるモデルになっていて、だからもうこれ今、なんていうか、木材が変わるとどうなるのかっていうのをすごい見るいい機会だ。僕も正直ここまで引き比べたことはないので、ちょっと自分としてもこれから引くんですけど楽しみです。で、まずですね、1本目、こちらが00028のスタンダードで、こちらが00028のスペシャルっていうもので、でこちらが、トップがこちらですね、00028スタンダードの2倍のグレードを持っていて、00042と同じグレードの木材を使っています。はい。マーチン社はですね、公表してないんですけれども、材にはランクがあって、こことここは2倍の差離れてますよ。約2倍の差が離れているという形になりますので、ここの違いがね、わかれば。ちょっとですね、ここ、良くないのが、ここだけ 42.9mm なんですよ。他が 44.5mm なんですけど。ここだけ 42.9mm なのがちょっと音が変わっちゃうんですけれども、まあでも参考にはなるんじゃないかなとは思います。で、2本目ですね、その、00028 の、 グレードのトップスプルースの、それを VTS 加工、熱処理加工をしているものになりますね。熱処理加工はですね、この動画で何回も僕が熱弁してるんですけれども、本当に今ですね、この熱処理加工の処理がすごくてですね、実際やることによって、ギターの音が何十年も経ったような経年変化した音になるっていう技法なんですけど、本当にこれがなります。なので、それが変わるとどうなるのかっていうのが、ちょっと見て聞いてみたいなっていう形になります。で、こちらがですね、00028のプレミアムのアディロンダックスプルースを使っている状態になります。こちらもですね、もちろんアディロンダックスプルースを使っているものもあるんですが、これもランクがあります。で、これはもうトップ一番グレードの高い、00042と同じグレードのアディロンダックスプルースを使っている形になります。なので、これはちょっと値段が高いです。で、最後にこちら00028のアディロンダックの VTS になります。はい、熱処理加工したやつですね。ちなみにここよりここが少し安い理由なんですけど、実は VTS 加工のアディロンダックはマーチンのカスタムの、使用上、この00028よりちょっとランクが上ぐらいまでしかできないらしいんですよね。なので、ちょっと上っていう形になるので、少しお値段が、こちらよりもちょっと安いって形になります。そこを加味していただいてですね、音の違いを、聞き比べていただけたら幸いです。それではですね、今回ですね、弾くのはですね、ノーマルストロークと、あと、カントリー風の指弾きと、あと、カントリー風のストロークになります。やっぱりマーチンって、ノーマルのストローク、僕がよくやってる E とか A から始まるものって、開放弦を使う、ストローク、あと、ハイコードとか、ハイコードを弾いていたりとか、そこのバレーコード弾いたりとかの音の差も見てくださいねって弾いてるんですけど、じゃなくて、マーチンの得意な、G と、C と D、ここを、弾いた時の音がどうなるのかっていうのも、聞き比べていただけたら幸いです。それではですね、お付き合いしてください。はい、それでは、どうぞ。00028スタンダードノーマルストロークです。
トリプルO28スペシャルシトカのプレミアムグレードのみです。28シトカプレミアム VTS 加工です。28プレミアムアディロンダックスプルース、ノーマルストロークです。トリプルO28アディロンダックスプルース一応プレミアムの VTS、ノーマルストロークです。トリプルO28スタンダードカントリー風指弾きです。トリプルO28スペシャル、シトカのプレミアムですね、のカントリー風指弾きです。
トリプロー28、シトカプレミアムの VTS カントリー風指弾きです。トリプロー28アディロンダックスプルスのプレミアムグレード、カントリー風指弾きです。トリプロー28アディロンダックスプルース VTS 一応プレミアムグレード、カントリー風指弾きです。トリプロー28スタンダードカントリー風のストロークです。トリプロー28スペシャルシトカのプレミアムグレードですね。カントリー風のストロークです。トリプロー28、シトカープレミアムの VTS カントリー風のストロークです。トリプロー28、アディロンダックスプレイスのプレミアムグレードです。カントリー風ストロークです。トリプロー28アディロンダック VTS の一応プレミアムグレード、カントリー風ストロークです。いかがでしたでしょうか。いやー、ちょっと先に感想を言っちゃうとびっくりしました。結構音が違う。普通にここのスタンダードからこう
どん順々に音がこうあの鳴って深みが出てくっていうのは感じて、すごい僕勉強になりました今回の動画で。もしかしたら動画のマイク越しだと伝わらないと思うんですけれども、感動しました。なんかよ本当にびっくりしました。まあまずこっからここも変わってますし、この弾き比べると普通に良くなってってる。なんか深みというか音の中音域のレンジとか低音とかが上がってるなっていう、すごいここも含めてどん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 ランクが上がってるなっていうのがあるので、すっごい興奮してます。もう聞いてわかると思うんですけど、すっごい興奮してます。本当に良かった。いや、やっぱりね、憧れのマーチン、ロマンもすごくありますし、あとはここのね、木材でこんだけ変わるっていうのが伝わってほしい。本当に感動した。伝わってほしいです。はい、もし気になる方は福岡みんな天神店に、まあ、遊びに来ていただくか、もしくはメールか電話で私宛に問い合わせてください。はい、あとごめんなさい、今日ですね、ヒゲを剃り忘れてしまって本当に申し訳ない。あとメガネも最初かけ忘れて本当に申し訳ない。はい、すいません。それでは、ですね、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。